おはようございます、プレコです。朝の定期巡回の時間ですね。はい、まずはマンボウ市場。2粒か3粒は食ってるかな。昨日ね、実は3時過ぎですかね、こっちに出て来させて、スポイトで、ね、水流吹きかけてこっちに強制的に出て来させたんですよ。それで、まあ、1つまみあげたんですけど、まあちょっと残ってはいますけどね、半分以上は食ったかもかな、ちょっとよくわかんないですけどね。もうお休みですね。頭もこう突っ込んでます。はい。それから、60センチ水槽ですね。もうこっちはもう完全に食べてますよね。ね、この奥も、こんなクソばっか、ほんとクソばっか。はい、こっちの端もそうだよね、もううんちしか残ってない状態。はい、シェルターの下もそうですね。はい、それから、じゃあ40センチ水槽、ベタの餌か。ちょっと残ってたりするけど、そう、固まって残ってるってのはねえような。泡ついてるとこ、これ端のやつあれだね、落としとかないとやべえな、腐る。まあいいや。それから40センチ、はい、こっちも全部つきましょう。あ、落ち着いて張りますな、グッピーさんたちは。なんか特に慌てるでもなくね、電気つけてもバタバタしてないね、今日はね、クーラー入れてます、昨日からね。一応そうだね、温度見とこうか。ああ、下がってるね。テガル2が効いてますわ。28.6度。これ外気。それでもね、室温より高いです。室温が 27.5度なんで、困ったもんだね。それから、温度。ああ、2分超えちゃった。まあいいや。ウパ、マンボウ水槽の方は 25.9 度ですね。はい。夜にね、もう一回、3時頃ね、その餌やる直前に一回水替えしてます。それから、稚魚が出てきてる。稚魚が。よいしょ。もう時間過ぎちゃったからね。まあいいや。これね。29.7 度かな。ちょっとね、苔で見えなくなっちゃって掃除しないとダメだね。まあ29度台ですね。今朝は比較的湿気も少なく、この部屋自体はね、結構体感的には涼しいです。はい、朝から元気だね、お前ね、大きくなれよ。ってことで、定期巡回、朝の定期巡回ね、これで一旦終わっとこうと思います。で、これから水替えね。で、今日は歯医者行かなきゃいけない。はい。ではでは。